ございます。M7 です。今日もよろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、買ってきました。マクドナルド。やりました。飯テロ動画やっていこうと思います。お願いします。さあ、今ね、お昼ですね。サウナから帰ってきましたね。喉カラカラなんですよ。まずはね、コーラゼロぶっ決めていきましょう。いただきます。出していきましょう。さあ今日もですね、ポテトの L サイズですねとダブルチーズバーガー買ってきまして、あともうお決まりですね、サムライマック、これを買ってきました。さあやっぱこれね、いつ見てもテンション上がりますね。最高ですねマジで。ってことで、まずはちょっとねポテト食べながらですねコメント紹介をしていきましょうかね。いただきます。今日のポテトもうまい。さあまずはですね、クヌさんからですね、これはですねベーコンレタスバーガーをですねアイムラビニットしてる動画にくれてますね。で飯テロ直撃、マックテンション上がりますねって言ってくれてまして、最高ですと。クヌさんもね、サムライ推しですね、サムライしか勝たんって言ってますね。続きまして、ベイビーラセツ V さんからですね、ベイビーさんからもですね、ロングセラーのベーコンレタスバーガーと安定のサムライマックと、いつもながらの高カロリーですが、きっとこの後筋トレされると思うんで、カロリー差し引きゼロですねって言ってくれてますね。いや、そうなんですよ。やっぱりしっかり運動しないとダメですよね。さあ、そしてウィルキンソンさんですね。ウィルキンソンさんですね、こう、飯テロ動画にすごい反応してくれるんですよ。飯テロの時しかコメントせずにね、すいませんみたいに言ってますけども、まあこうテンション上がってくれてますよね。まあ、コメントはですね、いつでもあの気が向いた時にされてください。本当ありがとうございます。からのサイレンス鈴鹿さんからで、来たー、一口でかい飯テロサムライマックしか勝たん言ってますね。そしてまあ月見バーガーでね、盛り上がってますね。結構ね、皆さん好きみたいですね。で、最後に神コメントの三木丸さんですね。この日のコメントもね、スクショ3枚分です。もう毎日ほんと元気、天才、すごい。ほんと毎日なんですよ。あのね、ゴールデンウィークも正月も関係なくて、まあ僕もしっかりね、返信コメント返してますけど、なんでしょう、このね、相思相愛感がね、半端ないんですよね。いや、もう最高ですね、ほんとね。で、まあ、ベーコンレタスバーガーをね、アイムラビニットしたんですけども、何やら地味なイメージで普段はチョイスの枠から外れることが多いって言ってますね。まあ、なんですけども、飯テロジャペンの威力は恐ろしいもので、三木丸さんはですね、この日非常に BL、これベーコンレタスバーガーですね、な気分になってしまいましたって言ってますね。で、まあ、なんだかんだで、でもまあ次にね、マクド行った時はお久しぶりの BL バーガーをアイムラビニットで決まりですねってことで、ミキマロのエンゲルジャペンケースがアップしたって言ってくれてますね。もうほんと嬉しいですね。いつもありがとうございます。さあ、ってことで、ポテトの L サイズ完食しましたね。さてと、ダブルチーズバーガーからいきますかね。これもね、うまいんすよね。なるほど。まあ見た目はこんな感じ、そんなにパンチ効いてるとも言えないかな。さあ食べてみましょう。いただきます。いい味してますね。めちゃくちゃシンプルなんですけどね、めっちゃうまいっすね。あー、チーズがうまいな。うまっ。結構きますね。さあ、サムライマック対面しますか。おー、やっぱりね、これはね、強そうですね。さあ、この面構えですよ。見てやってください。このチーズの感じ。うわ、やっば。強そう。これはうま
まあ、そうですね、やっぱりこれがねパンチ効いてますね。もう迫力が半端ないですね。いただきます。震えるぐらいうまい、ほんとうまい。あーたまらんわ。すぎる。ごちそうさまでした。さあ最後の試合です。明日なんですけども、ビール飲んでこうと思ってまして、こちらですね、飲んだことないね IPA 見つけて買ってきました。いやー IPA ね、ほんとうまくても大好きなんですけど、言うてもね IPA もまあいろんなやつがあるんで、めっちゃ美味しかったらいいなってね期待しつつ、とりあえずね明日にこいつぶっ決めとこうと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴ください。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。サムライマックね、本当にやばい。オーライサックス。